富山城治は日本の実業家。玩具メーカートミー第二代社長。本名は富山長次郎。東京都出身。富山商事専務時代に父、坂江一郎の命で鉄道模型、プラレールを制作。1974年、富山玩具製作所創業から50周年を機に、父の後継でトミー第二代社長に就任し、 消費者センター設立などの組織改革を実施すると、共に、米国やヨーロッパに、相次いで現地法人を設立する。黒悲劇機器一発や、ゾイドなど、自社開発のヒット商品を次々に送り出す一方で、競合事業者のバンダイが、積極的であったキャラクター商品を用いた、コンテンツビジネスには、消極的な路線を取り続けた。しかし、日本国内市場よりも、 玩ングの輸出に重点を置く、経営方針が1985年のプラザ合意に橋を発する円高の急進で破綻し、取締役の長男、三木太郎が提示した日本国内の工場を一箇所を除いて閉鎖するリストラ案をめぐって、対立を続けた末に1986年、三木太郎に社長職を譲り、会長に就任。2000年に日本ガング文化財団より、 第3回玩具文化貢献賞を受賞する。2005年11月7日、心不全のため、栃木県下津賀郡未部町の病院で死去。77歳。AB、と山城治氏死去前、富井社長。47ニュース共同通信社。2011年7月10日閲覧。日本ロングセラー校、ボリューム91プラレールと戦い続ける経営者たち。 富山三木太郎表彰事業活動実績、ありがとうございます。